こんにちは。このビデオはシビルレーザーからのものです。これは1550ナノメートル20ミリワットのファイバーレーザー光源です。PM ファイバーレーザーです。出力電力は調整可能で調整精度は 0.1ミリワット です。これはスペクトル帯域幅が1メガヘルツ未満の線幅の狭いレーザーです。キロヘルツレベルの強線幅レーザーもカスタマイズ可能です。RS-232 に通信シリアルポートを使用してソフトウェア制御機能をカスタマイズできます。デフォルトではボタンコントロールのみがサポートされます。標準バージョンはスイッチを制御し電力を調整するためのボタンによって制御されます。TM1550 変波保持ファイバーを搭載しており SM シングルモードファイバーのカスタマイズも可能です。これはテストレポートです。線幅のテストレポートです。ボタンでレーザーを制御します。11100% の出力電力を調整でき調整精度は 0.1ミリワット です。真ん中の四角ボタンを押すと設定状態になります。もう一度押すと設定値が確定し設定状態が終了します。左右キーで設定する桁を選択します。上下キーは現在の桁のサイズを調整するために使用されます。設定完了後キーをオンにするとレーザーが出力されます。シミンレーザーにアクセスして、その他のレーザー製品を見つけてください。